今日は広い範囲で雨の一日となり、午後は雪となっています。大雪に注意が必要なところもあります。あいにくの天気の中、安岡村で中学3年生にあるプレゼントが贈られました。船に乗るのは安岡村の中学3年生たちです。地元の観光名物天竜ライン下りを卒業を前にした生徒に体験してもらいました。川沿いにそびえ立つ巨大な岩が見どころですが、ちょっと雨が降ってて炎をかけているので、私がご案内するところがなかなか皆さんに見えにくいかもしれませんが、その点だけお許しください。それでも船頭の投網を見たり、ガイドの歌を楽しんだりしました。雨でちょっと残念なんですけど、すごい最後にみんなと思い出ができていいなと思います。日本の南を低気圧が発達しながら進んだ影響で、朝から広く雨となりました。長野地方気象台によりますと、午後は広い範囲で雪や雨となっていて、全域で大雪や着雪への注意が必要です。中部と南部では夜は次第に曇りとなる見込みです。